11時にはやめますね。もうボロボロなんですけど顔。矯正器具で口内炎ができまくってて痛いの。ファンデーション今日はミルクタッチのクッションファンデですね。はい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 、こんなもんですかね。ね、マシになったらいいなくらいの気持ちです。写真撮る時のアプリはなんだっけ、ビューティープラスの iPhone のやつですね。可愛すぎて寝そう。とっても意味がわからない。どういうことだ。ボサボサだし、もうやばい、本当にやばい、本当にやばい。おお、ちょ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 、どう、こんなもんいいですかね。朝晩は寒いんだね。袴姿嬉しい。そうなの。この遅れ毛じゃない、触覚どう思います。いい感じ。ですか？とかですか？昨日誕生日だったと。やっぱりおめでとう。めでたい。目が乾燥してる。話し会の受付が始まりました。ぜひお待ちしてます。リオンありがとう。クマクマ、きなこは一生懸命ご飯を食べているよ。わた。ああ、食べたに。お話ししたい。そう、目がお話ししたいよね。ちょっと目が痛い。おっきいリボン可愛いよね。衣装みたいじゃない。可愛い。いただきました。ありがとう。
ドライアイめっちゃ。かわいいって褒めてもらえて嬉しいたん。ぴょんこちゃんありがとう、くまありがとう。皆さんは今日は何を食べたんですか？ありがたくま言われに来ました。えっ、ありがたくま。ヨーグルト、うわなんか痛い、メバ飲む。困っちゃうな。ブリ大根ってさ、お魚と大根ってこと？リアピおせしかかたん、おさずきしかかたんか。ありがらもありがらも。わ、すき焼きいいね。すき焼きのお肉。似てる、最近ハマってる。てかさ、ずっとやってなかったじゃないですか、1年間愛車で。プライベートでもしてなくてさ、あんまり。最近これ作ったから。やっぱこれを一番生かせる髪型はポニー。最近少し気になって見に来たんですけど、変わってる人ですね。今日まだマシな方だよ。うっちゃんありがとう、くま、ありがとう。今日めっちゃ眠い。今ね、まぶた3トンだから、ちょっとしか配信できない。ちょっとして終わろうと思ってます。明日周年登録、いや外れるわけないやんけ。3トンだからこんなんなってる今。滑舌やばいよね。おっきいきなこ、おっきい、おっきい。どんどん大きくなっていくね、あんたね。かわいい。来る？うん、かわいいよね。きなこ、かわいいよね。大きくなってるね。やんば。かわいいんだね、あんなちっちゃかったの。ケイメラ守りたい、この笑顔守って。もうしゃっくりしてるなの。危ない人って紹介されました。どういうこと？ゆうた、ありがとうかも。確かにもう妖精サイズじゃない、間違いないわ。うん、大きいな。
な子？きな子だー。待って待って、引っかかってる手が。超嫌じゃん。私のこと超嫌いじゃん。きな子はきな子で嫌いなの？プリン。えちゃん。また悪いことしましたね、あなた。あなたそれ、また悪いことしましたね、あなたね。はい、ここにおねんねですよ。悪いことしましたね、あなた。にゃー。はい、ダメです。悪いことしたので残念。せっかくチャンスを与えたのに残念賞。ゆうや何タワーだこれ。こっちの目が痛い。昨日誕生日。あら、二人目だ。おめでとう。二人とも昨日なのね。誕生日は次の誕生日、私土曜日だった気がする。私誕生日って何したらいいのか分からなくないですか。なんか地味に地味に。ゆたんありがとう。コマありがとう。困った。ケーキ食べて自分に誕生日プレゼント買うとか、あとは旅に出るとか、美味しいもの食べそう。好きな食べ物いっぱい食べ、好きなだけ食べるとか。可愛い女見る。私も誕生日に限らず好きなことやって生きてる。もうその時その時をいかに幸せに過ごすかしか考えてないから、後先考えない人なんだよね。よくない。いいことなのかしら。きなこです。サジオかわいい、ありがとう。一生バンドの練習すごいしてるからさ、
ノイステの一生頭に流れてる。メイちゃんありがとうかも。友達と過ごしたり、メンバーと過ごすな。普通にお仕事のことが多いから誕生日って。練乳のクリス食べた今日、めっちゃ美味しかった。大好きな味。きなこの毛が、めっちゃ欲しかった。初めて見つけて買った。ねえ次はもう少し一緒にいたい。やっぱ滑舌終わってるやん。丸くなったな。太ったんだよね。キヒラありがとうクマ、ありがとう。私キが言えないの。キマイカちゃんが大好きだって。え、いつ言ってたんですかそんなこと。え、待って、そういえばこのイベントってさ明日までじゃない？あのね、年末からすごい食べてる。ずっと食べてんのよ。え、そうだよ、もう1月終わるんだよ。みんな信じられる？前髪は短めで瞳見せつけて、可愛いを詰め込んで遅れ毛まくる。なんか前回矯正した時さ、もう同じ器具つけてたんだけど、どうやってさ歌って喋ってたのか思い出せなくて今困ってる。あまりかけてから1年、ありがとう。君に会えるもん。ララ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 。お話から宣伝？さっきお話し会始まったよって言ったくらいしか言ってないな。もうちょっと言わなきゃ。お話し会が受付中だよ。会えないかつらい。いや、わかる、会えないってつらいよね。わかる。わかる。話し会の服、うわ決まってたっけな。決まってた、私服って言ってたかな。コーンさん結婚してにゃん。
お話し系の応募方法、私のツイッターにリツイートしてあるじょ。メイドの日はさ、もう受付終了してるはず。私今目つぶって寝たら多分30時間寝れる。回答します、やばいありがとう。のえみーちゃん、大阪の髪型は、うーん、って感じ。アルバムまであと50日？すぐ来るな。アルバムのタイトル何ですか？え、知らない。何なんだろう。何ですか？逆に。え、知らないよ。寝たら損した気分。うーん、なんとも言えない。クリスマスまだは曲名だから、タイトルだから。きなこ超特急やばいやろやばいんですけど。目透明できる。たまに見せるストレート、もう一緒に外跳ねも、ねえほらすでに君は私以外興味ないんじゃない。興味ないんじゃない？滑舌戻る？え、戻ってないよ。ただ木で言えない木。例えば、君のこと好きなのかな。意外といけてるか。きなこ、かわいい。かきくけこが言えないんですよね。かきくけこ、好きかも。さしすせそは言える。あいうよ、かきくけこ、さしすせそ、たちつつとなりぬねの赤さたな、はひふへほ、まみむめもやいよ、まあやら、アリルレロ。立ちつてと、かきくけこ。隣の客はよくかきくけこだ。赤パジャマ、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 赤パジャマ。ちゅっちゅー。いや、いいよ。チュッチュー、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 チュー、チュー、チュー。違う。キュー。
きましたわ。焼肉食べたいって書こう。焼肉食べたい。じゃん。じゃんじゃらんじゃんじゃんじゃん。ハッピーバースデー、リン。ハッピーバースデー、リン。ハッピーバースデー、ディア、リン。ハッピーバースデー、リン。誕生日おめでとう、ママ。あ、まあ間違った。昨日だよね。こっちです。おめでとう。レンの抱負は何ですか？ひーちゃんがひーちゃんが食べる牛タンが柔らかいかどうかを見極める仕事。やっぱ矯正器具ついてるんだよね、こっち。こっちそら。はい。やっぱ柔らかくないと噛み切れないんですよ。お願いします。いつもありがとう。これからも覚えちゃんてぃ。覚えちゃってね。じゃん、じゃんじゃらんじゃんじゃんじゃん。ハッピーバースデーユーヤー、ハッピーバースデーユーヤー、ハッピーバースデーディアユーヤー。ハッピーバースデーユーヤー。大丈夫、おめでとう、パフパフ。ユーヤーも気まぐれます。今年の方法なんですか？ひんちゃんに。美味しい焼肉屋の情報を提供することです。頼みます。まああんまりちょっとリッチすぎるといけないから、まあまあまあくらいでお願いします。結構美味しいお肉ってか、美味しいものって共有するべきだと思うんですよ。だから美味しいもの食べたら教えてください。はい、肉に限らず。お寿司、でもお寿司は丸のお寿司ちょっと緊張していけないんだよね私。あ、今年もお肉と続けていっぱいの一年にしてください。キュッ、ありがとう、おめでとう。よき誕生日を過ごしたかしら。ありがとうね、来てくれて。何とぞペコリです。ってことで私はそろそろ終わりたいと思います。3トンのまぶたしてるからね。13
回メイちゃんありがとうペカリ、12ケイメラありがとうペカリ、11サジアありがとうペカリ、11ヒロありがとうペカリ、9位マグありがとうペカリ、8位コウさんありがとうペカリ、7位ユタありがとうペカリ、6位リオンありがとうペカリ、5位タカヒロありがとうペカリ、4位リオピありがとうペカリ、3位ウッチャありがとうペカリ、2位お誕生日おめでとうペカリ、1位ユウヤお誕生日おめでとうペカリ、おめでとうございます。ありがとうございます。また明日できたらやりますね。いい夢見て、みんなも、あ、もう寝た方がいいよ、今すぐ寝た方がいい、あ、睡眠大事。みんなお風呂入ってねって本当にそうだよね。ね、ここに寝落ちする未来しか見えない。おやすみ、また明日かな。またねー。バイバーイ。あ、お話し会。